てなわけで、改めまして、本日のゲスト、カズキ君です。どうもよろしくお願いします。スケジュール取れねえんだよ。ね、文句からですか。お忙しいですよ、本当に。本当いらっしゃってね、もう本当に稼いで稼いで。何そんなお金いるのみたいな話でしょ。最悪だな、これ。じゃあ僕はこの。思って記念。高いやつ。なんか、何かとは決まってない。びっくりするぐらい高いやつ。値段なんですね。いや、僕はこの20回、20回とこの記念すべき回をね。狙ってきた。いやー、記念すべき回ですよ、本当に。その辺が売れる、うん、生き残るためのセンスなんでしょうね。ダメだ、今日はこういう感じか。魔術。魔術。もうダメだな。あとなんか持ってるんでしょうね、やっぱり。持ってね。そう、実力もラックも持ってるんだよね。やっぱ実力あってもラックなきゃダメですからね。ラックなきゃやっぱな。すごいですね。ちょっと、雪成さん、僕の後輩のはずなんですけどね。後輩のはずなんですけどっていう。なんか、後輩のはずなんですけど、カジ君呼び出し、もういじってくるし、もうよくわかんないんですけど。カジ君って呼んでるんですけど、はい、一応敬語なんですよ。そこで僕たち劇場に初日舞台挨拶に行きます。イエイ。予定されている登壇者は岩永博明さん、うん、そして私桜井貴博、うん、いきなりとは、はい、久保岡俊之監督、はい、カジさんはスケジュールが取れませんでした。あの声かけられてもいない可能性もありますので。失言でした、すみませんでした、はい、やめてください。じゃあ高に、はい、まずは2代目のモノマネを、ね、いいですか、はい、3、2、1、どうぞ。ほう、カズ陽気です。めっちゃ稼いでます。もうこんなに仕事いらへんのに、どん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 マネージャーが仕事を入れてきよるんですよね。いやいや、ほんと稼いでもらわせて待ってます。おい、高広。尊敬してるんじゃなかったんですか。いや、今のはちょっと見損なったぜ、高広。カジ勇気です。あ、違うな。後半もモノマネでもなかったじゃなくて、なんか関西弁みたいな。僕の名前はカジ勇気だよ。溶けた、溶けた。溶けた。昔のアイドルの方のモノマネですよね、それね。僕、カジちゃんだよ。言ってない、言ったことないわ。カジ勇気です。カジ。なんかさ、でもそう、真似される、人たち、皆さんそうやるんですよ。なんかね、でですか、エンジェリックボイスなんです。エンジェリックボイス、エンジェリックボイス。そうそう。そんなんかね。え、ちょっと2代目って見てください。どうも、カズユキです。似てる。いやいや、そうだろ。カズユキです。カズユキです。似てる。いやいや、そんな、本当に俺そんなんか。今の真似が似てただけで。めっちゃ稼いでます。ほら、そっくりでしょ、クリソツ。やめてください。クリソツ。さあ、そして、こちらの問題からです。第一問、うん、最近買った一番高価なものは。これ急に聞かれてる。なんだろう、思い出しにくいですね。なんだろう、あといいですか、なんかもやっとしてるんですよ、うん、最近っていつまで。いやいや、それはもうあれですよ、カジ君、はい、にしてみれば2年前でも最近に住んでれば2年前に買った600万ぐらいの高級時計書いてね。買ってないし。買ってないの。なんだろう、桜井さんって俺をそうすることが多い、うん、そういうなんか成金キャラに落とし入れようとしがちです。え、だってその方が面白いんだもん。ねえ、同じ未来の夢を見て共に歩いて行きたい。まどろみから覚めてもそばにいて、そっと手をつないで。